今回のおうちエンタメ楽しんだ。今回のお題はゆっくりゲーム実況者ランキング。イエーイ。この動画では YouTube で活躍してるゆっくり実況者をランキングで発表しちゃいます。じゃんけん。面白いゆっくり実況者を探している方はもちろん、ゆっくり実況を作ってる、これから作りたいと思ってる人にもお手本とすべき人がわかるような動画となっています。ぜひ最後までご覧ください。見てってな。なお、ランキングはチャンネル登録者数30万人以上のゆっくり実況者を対象に、登録者数、再生数、高評価率、コメント率を総合的に評価して決めています。あらかじめご了承ください。ご了承やレディーゴー。16位、光のチャンネルさん。スマホゲームなどの謎ゲー、バカゲーを中心に扱ってるチャンネル。珍しいゲーム、意味不明なゲームの実況を楽しみたい方は要チェックや。15位、タクッチさん。チャンネル登録者は、ゆっくり実況者の中でトップクラス。品質の高い動画を毎日更新するそのパワーも素晴らしい。14位、グミスケチャンネルさん。エイペックスやフォートナイトの延長プレイを中心に実況、やりとり楽しく編集も凝ってるので、見ててずっと見ちゃう魅力ありや。13位、ポヘチャンネルさん。ポケモン特化チャンネル。やりとりも面白く、特化型ならではの濃い動画が見れます。あとサムネかっこよすぎです。草の人さん。 FPS メインのゆっくり実況者や、最近は Apex 中心でプレイもお上手なので、うまいかつ楽しいプレイを見たい方におすすめやで。11位、ヌシチャンネルさん。スマホゲーなどの謎ゲー、バカゲーをテンポよくプレイ、ゆっくりジャパンも投稿しているので、実況プラスジャパンだけを楽しみたい方は必見ですよ。10位、フィールドフートさん。原神のガチャ動画や攻略動画、また珍しいゲームの紹介をしているチャンネルや、原神に興味がある人、もしくは珍しいゲームを知りたい方におすすめやで。9位、クサオさん。マイクラ、フォトナ、Apex、ポケモンなど実況に人気のゲームを幅広くプレイ、安定したゆっくり実況ならこの方に決まり。8位、アベル&アテネさん。編集凝りすぎ、ボリキャラにゆっくりの声を当ててくスタイル、キャラもぬるぬる動くのが見てて飽きない飽きさせない。7位、レーモンさん。ポケモン特化のゆっくり実況者、特化しているだけあって動画の中身はかなり濃ゆめ、高評価率が高く満足感たっぷりの動画が味わえます。6位、チューさん。マイクラメインのゆっくり実況者、最近は Apex もやってて、その超絶とちっこプレイを見せつけてるので必見です。5位、タコライスさん。ほのぼのプレイが魅力、ファーミングシミュレーションを実況するという異色中の異色実況者、のんびり動画を楽しみたい方はおすすめです。4位、ハピさん。マイクラメイン、長く続くシリーズの魅力です。長時間がっつりマイクラ見たい方におすすめです。3位、エルさん。可愛いオリキャラに声を当てるスタイル、編集も素晴らしい、にゃんこ大戦争のような比較的珍しめの実況もあるので気になる方はぜひ。2位、ポコニャンさん。テンポのいいやりとりが魅力、ゆっくりのみならず肉声の実況もされているので気になる方はチェック。1位、サケザクラさん。ゆっくり実況のキング、ハズレの動画なし、普通は下がる案件動画の再生数すら他の動画と差はないほど、何をやらせても面白いサケザクラさんは堂々の1位です。質問コーナー、みんなの好きなゆっくり実況者をコメントで教えてや。皆様のコメントもコンテンツの一部です。みんなでおうち楽しいをシェアしていけたら嬉しいな。みんな見てくれてありがとう。はあ、緊張した。意外と楽しいなこれ。お姉ちゃんウキウキや。お姉ちゃん次もやったるで。お姉ちゃん張り切りすぎててうざいな。